バル終わってテクテク、南の方に歩いてきたら2軒目、1軒目からの2軒目こんな形に出来上がっております。いえいえ、エンドさんです。立ち飲みスタンドバル、エンドさん。いいよ、ここいつもね、いっぱいやんねん、ここいつもいっぱいやねん。今日でも空いてるから寄りたいなと思います。エンド始めたってよ。いいですか、あ、ここで、はい、すいません、本がいっぱい、うん、この赤は濃いで、これこの赤はもうほんまに言ったことあるかな、西成の南波屋、南波屋の西成の南波屋中杯並みの赤。西成行ったことある人はぜひ遠路来てみてご覧さい、ご覧さい、ご覧さい。すずみこみ来たよ。当店名物遠路すずみこみ、すずみこみ380円。接待ゴミじゃないと思う。生まれたら安いですけどね。こういう。なるほどね。カフェが800円。何やってんの。卓球で2年で一周するのに3年ぐらいかかったの。8台書いてある。名物。美味しいよ、ここも。エンド本も楽しいけど、ご飯も美味しい、つまみもうまい、酒もうまい。うまっ、マジでうまっ、うまい。そして本日今日おすすめ、まだこの作り、まだこの作りも390円。素晴らしい、これマダコさん、マダコさん、
今日のおすすめマダコや、マダコのお作り、あんまないよね。でもほら、タコと貝は一緒だから、あんまりこれつけるっていうのは辛いの。辛いんちゃうか、これ。エイリアンようこそ。食らってやるわ。エイリアン。あかん、タコ、イカ、貝、ホタテ、貝や、つるんとしたやつは油が乗ってないので、わさびは油が乗ってるやつだけ、わさびはです。辛い。あー、美味しそう。ズリの。ズリの。これも食べたかって。絶対うまいよこれ。レモン絞ってないから。ちょんちょん。やばいね。うまい、間違いなくうまい。しかも350円。今日めっちゃ遊んでるわ私。こんな安さのこんなレベルで、しかも駅よ、駅周辺。こんだけ安いってどうよ。来てみて、来てみて、来てみて。380円。いただきます。うまっ。鶏からうまっ。エンドうまっ。エンド何から何までうまっ。あの日に皆さんぜひ、突然始まるよ。皆さんぜひ最後までご視聴ありがとうございました。そして赤玉もう一杯言おうと思います。京都遊んで、八条遊んで、そしてエンドで締める、そしてホテルで寝なさい。ビジネスホテルで。みゆの秘密の玉手箱、チャンネル登録よろしくお願いします。